桃鉄配信で印象に残ってるシーン教えてください。私のなんかいいとこありました？ないかな。なんかふとした症状がずっと真顔で自分やばいと思って笑おうと思いました。立ち上がって見切れてた。いやもう気持ちがもう出ちゃったよね。こう、やっぱ、わちゃんにつけた時が一番あれかな。序盤の、ああ、水上赤松、赤松多すぎ。真顔でボソボソ喋ってるのに誰も触れてくれないシーンがやっぱり印象に残りますね。そうだね。でもみんな初めてだったし、私もなんか独り言のようにボソボソ、話しましたか。あゆちゃんへの圧かな。みんな自由でした。マチャがぶっ飛びカード使った時の後のユカルンの笑い、あ、どんな笑いしてたんだろう。自分が怖い。また桃鉄配信してほしい。見てくださったのかな。ありがとうございます。忘れないぞ。ね、ほんと自分真顔すぎてやばいなって思いました。でもゲームは本気なんです。笑顔でずっとゲームできるゲームなんて平和すぎるゲームだ。ワンちゃんを撫でるゲームだよ、そのね。動物たちを触れ合うゲームですよ、それは。もう平和すぎるゲームは。そう。そう。
しおりともやったら面白そうだね。しおりとやりたいな。しおりとださ、絶対私負けない自信ある。勝つ自信しかない。年越しそば食べるの？あー、そば！そばそば！食べたいな。いや、私最近本当に、あ、でも今日久しぶりに夜めっちゃ食べた。夜めっちゃ食べた。久しぶりにめっちゃ食べました。そういえば今日まちゃんに顔ちっちゃくなりましたって言われた。めっちゃ嬉しかった。うん、めっちゃ嬉しかった。なんかさ、ママちゃんと久しぶりに会ったんですけど、なんかその一言がすごい嬉しくて、私はなんかそのめっちゃ嬉しかった。彼女に言われると嬉しいよね。うん、嬉しいです。だってそんな、だってずっとだって一緒にいるからさ。マチャって絶対本当のこと言ってくれる。うん、嬉しかった。え、絶対痩せましたよね、 2,3 キロ落ちましたとか言われたけど、全然体重測ってないよって言って、にゃはーん、めっちゃ嬉しかった。まあ、お正月もね、食べ過ぎないように。うん、髪の毛結んでたからなのかな。何のお餅好き？のり？実際シュッとしたと思うよ。うれしい。うれしい。二つ結び可愛かった。嬉しい。今日二つにしようって思って、なんか私おろしだと重く見えちゃうんですよね。顔周りがなんかすっきり見えなくて、だからいつも結んでますね。あ、ゾウが来た。そうですね、もうなんかゾウだと思ったんですけど、ネズミだったらしいです。でも私にはゾウに見えたんですよ。色合い？なんだろう。
見えてしまったんですよ。でも訂正します、ネズミです。まあ、パッと見ゾウに見えない？え、見えない？ああ、ゾウでいいか。ゾウさん、ありがとう。ありがとう。このルームで一度行ったことは絶対なので、やっぱ訂正はなしだな。ゾウです。ゾウです。あ、ゾウさん。ありがとうございます。あ、ゾウさん。ありがとう。うん、これなんだこれ。そうは、でも納豆らしいです、ファンの方が納豆って。納豆モーデツ1位おめでとう、ありがとうございます。いや、でも本当に自分1位になると思わなかったんですよ。本当最後の1年で、まあいろいろ変えてよかったなって思いました。お金もね、お金、うん、そうですね、よかった。にゃはーん、なんかあの後、まあ、あの配信ほんと終わる前ぐらいに、何でしたっけ、その3年間のねグラフだったり成績みたいな、成績あの結果みたいなのがすごい乗るんですけど、ボンビーつけられた回数、じゃボンビーのその釣れた回数でアユが17回って書いてあって、ああって思いました。今でも覚えてる、うん、すごい、もうだってずっとアユだったもんね。でもさ、すごいお金とか安定してたよね。うん、私より持ってた。遠い人に着くの？そうですね。あ、目的地が決まってあって、まあ、4人の中で誰、まあ、1人ね、そこの駅に着いて、一番目的地が遠い人に着く。ですね。
人民多かったですね、目的地。なんて言ったの？腹減ったって言ってました。多分ね、もーちゃんはね、お腹すいたって言って。腹減った。口。で、ゆからなんて返したの？待っててなーって。多分準備してくれるよーって。何言ってんだろうね。あ、懐かしい。あと30分、早い。今年最後か、明日ね、早い。あ、スヌーピーです。全部スヌーピー。もう、寒すぎて、もう、二つ着てる。しかもね、仮眠した。足がもう、なんか、重い。
年越し配信するの？できるんですかね？できたらやりたい。今年どうなんだろう。情報が全く今日、今年できるのかな？メールは多分送れるよね。確認してみます。まあでも明日12時。12時になってずっと赤くなってたら配信できてるってことですもんね。じゃあできるじゃないですか。もし切れたとしても、あ、もうギリギリまで一緒に入れたと思っていただけたら。年越しそばもぐもぐ配信お願いします。あ、ごめんなさい。私ちょっともう、夜遅くに食べるのはもうちょっとやめたので。夜遅く？朝にいっぱい食べる。ごめん。降っちゃった。ごめん。ごめん。夜って吸収が早くな、吸収しやすいんですって。失礼ありがとう。ごめん。売っちゃった。今帰宅、外めっちゃ寒くてびっくりした。寒いですよね。なんかコート着てても、コートのさ、コートからも風が入ってくる感じ。ね、やばい。本当に。風も強いし。やばいです。やはん。明日もっと寒いらしい。じゃあみんなお家にいよう。みんな明日もお家にいよう。お正月は。いいよ、朝まで配信していい。そうですね、年越しそばはちょっともう朝食べる。みんなでお家で楽しく過ごしましょう。寒いし、暖かく過ごしましょう。こたつでにゃはんしてます。待って、にゃはんって何？こたつでにゃはんとは何でしょう。ちょっと考えます。考え、なんかちょっと、なんだろう。気になるな。かわいいけどね。猫みたいに。ツイッタータイムとかできそうじゃないですか、年明け。もうツイッターとか重くなりそうですかね。
アプリ系どうだろう。全然写真ないんですけど、ハッピーすぎる笑顔の写真はあるので、それ載せようかなと思います。ハッピーすぎる写真。マチャが撮ってくれた。ハッピーすぎる私の顔。お前出て欲しかった。うーん、私も出たかった。でも、場所関係なく、ね。受け取ってください。来年もね、劇場、たくさん出演できるように。シアターの女神公演もね、始まりましたので、またチームでの私とかね、見せていけたらなと思いますね。ハッピーニャン。ここは女神のルームですか？そう思ったらそうですよ。いいえ、犬のルームですね。やめて。もう真面目に返してた。やめて。いいえ、ここは神社です。まあ、合ってるけど。合ってるけど。ちょっと待って、ちょっと待ってね。女神でしょ。まあ、嬉しい。え、消せ、え、嬉しい。そんな優しい。ルンルンにかるん。鼻が弱い。突然のニャハン。ニャハンって面白いですね。突然来るからすごい。髪明るめにするご予定は？明るくしてみたいですね。でもね、なんか、やっぱ染めるとさ、上もさ、
上から黒がね、伸びてくるじゃないですか。元の毛、髪の毛。それをね、染めるのもちょっとめんどくさいっていう私の気持ちもあって。だから、でもね、染めたい気持ちもあるんですよ。なんということでしょう。たいんだよな。何が、なんということでしょう。まあ、染めたくなったら染めます。やばい、なんか、やばいね、今日私顔やばい。今思った。なんかもう。ピン感すごい。黒がよく似合う。あ、嬉しい。優しい。優しい、本当に優しい、皆さん、ファンの方、皆さん優しい。優しいですね。にゃはーん、突然のにゃはーん。にゃはーん。にゃはーん。優しい。ありがとうございます。掴み出した。楽しいです。ピオ社長。そう、マチャがさ、私のことピオって呼んでて。ピオって呼んでて、でマチャといる時だ、マチャがねこう言ってたの。マチャといる時は、じゃあピオは自分のことピオって呼んでくださいって言ってくれて、行ってきて、分かった、じゃあこれからマチャといる時は私自分のことピオって呼ぶねって。
そう。からピオはーって 今日からそうなった ごちそうさまでーす。ピオル。ピオ。ピヨピヨ。一人だけ名前全然違くてびっくりしましたよね イノシシでもよかったかなと思ったんですけど。佐々木社長か、イノシシ社長か そう。かなって自分的には思ってて。名前どうしようかなって言った時に、まちゃんが、ピオでって言ったから、ピオにするねって言って。やっぱ、存在大きいですね あと12分。あ、食べた。ユカルの顔がニャハーになってる ピオはそういうことやってんな。そう。ファンの方もね、なんでピオってなってると思うけど。あ、ツイッターにも書きました。あ、ツイッター投稿しました。ちょっともう仮眠しちゃって ツイートするの遅くなっちゃいました。最近帰ってからもう一回寝るっていうのがなんか続いてますね。アニメーション切ってるからユカルンが怪しい人に見える。あ、ギフトのってこと？そういうこともできるんですね。ね、これね ミオ社長、貧乏神を、しれっとなすりつけた心境は、正直、すごくドキドキしました。あまちゃんに、私はもう、あ、でも、勝ちたい気持ちもあって、でも、私の先にまちゃんがいたから つけてしまった。いや、本当に。まあ、言わない、やらない優しさもあるかなと。まあ、ないと思うけど、でも、そうですね。ちょっと怖かったので、怖かったので、黙って、なすりつけた。3人でニヤニヤしてたね。そう、コメントの、なんかコメントのさ、ソファーの方もすごいさ、気づいてないみたいな めっちゃ流れてた。て方ね、じゃ時差がありましたね そば食べたい。
でも朝いっぱい食べる。そばがすごい。そばがすごい。こんなにたくさん。わんこそばみたい。まあ、わんこそば食べたことないんですけど。どんどん。どんどん。何これ。なんかクラゲみたい。なんかクラゲみたい、なんか。ねえ、もういいですよ、皆さん。ありがとうございます。こんなに、なに。オフ、あのさ、ギフトのアニメーションオフにしてる方、びっくりしちゃう。ありがとうございます。すごいです。ここら辺オフにしてる方もいらっしゃると思うんですけども、わあ、でもすごいね。クラゲが浮かぶの、あ、じゃあそばが浮かぶの。まあ、両手はもう両方で、ここさらにこういうのもある。 はい、あ、ゾウが今歩いた。何これ。 ありがとうございます、皆さん。本当にもうありがとうございます。もうお腹いっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゾウ 食べられた。あ、ごめん、食べちゃった。 さらっとすごいこと言ってしまったけど。なくなった。いやー、幸せでした。今日も。幸せです。仕事納めがね、今日、仕事納め？うん。大好きなゲームで。お、ね。しかも1位で。ね。よかったです。嬉しかったです。本当に。またね、まあ、プライベートでもそうですけど、プライベートじゃない、オープンレックとか
信できたらしたいなと思いますね。うん、今年もあと24時間か。早いね。早い。じゃあまあ、明日は振り返りなどなどしたいので、皆さん、よかったら1年のなんかゆかるんのメールなど、メールだったり SNS など振り返って、ね、一緒にお話できたらなと思います。ショールームとかも。はい。では。またね。ありがとうございました。来年もよろしく。あ、それは明日言うわ。でも今日もね、皆さんのコメントですごく笑顔になれたり、配信中もね、たくさん盛り上げてくださって本当にありがとうございます。アーカイブをね、見て、皆さんの読めなかったコメントとかもたくさんあるので、しっかり目通して、自分の真顔も見て、はい。また次の配信とかにね、つなげていけたらなと思います。あと1分。ありがとうございました。おやすみなさい。そばがすごい。ありがとうございました。また明日お待ちしてまーす。バイバーイ。ありがとうございました。